とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。誠に主は海に地の尊いお姿、またもろもろの川の上にそれを築き上げられた。誰が主の山に登りえようか、誰がその聖なる心に立ちえようか。手が清く心が清らかなもの、その魂を虚しいことに向けず、欺き誓わなかった人、その人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。これこそ神を求める者の一族、あなたの御顔を慕い求める人々、ヤコブである。おいお前たちの頭をあげよ、永遠の豊あがれ栄光の王が入ってこられる。栄光の王とは誰か、強く力ある種、戦いに力ある種。おいよお前たちの頭をあげよ、永遠の豊あがれ栄光の王が入ってこられる。その栄光の王とは誰か、万軍の主、これぞ栄光の王よ。もうよお前たちの頭をあげよ、永遠の豊あがれ栄光の王が入ってこられ、この音は誰か、強く力ある種、戦いに力ある種。およお前たちの頭をあげよ、永遠の豊あがれ栄光の王が入ってこられる。その栄光音は誰か、万軍の主、これぞ栄光の王、これぞ栄光の王。ハレルヤ。58番、まだあまり歌ってないセミですけど、58番、目を上げて。さあ目を上げて、ただ前向いて、イエスの皆を褒めたたえます。勝利の言葉固く握り、大きな希望広がってく。恐れは消えて、感謝の祈り、喜びの歌、満ち溢れてく。すべてのことが御手の中で光輝き出す。さあ目を上げて、ただ前向いて、イエスの皆を褒めたたえます。勝利の言葉固
固く握り大きな希望を疲労はあってく恐れは消えて感謝の祈り喜びの歌満ち溢れてくすべてのことが御手の中で光輝き出す恐れは消えて恐れは消えて感謝の祈り喜びの歌満ち溢れてくすべてのことが御手の中で光輝き出す光輝き出すもう一度主に感謝しましょう。ハレルヤ。18番神は希望。私の力ではなく主の手によって救いと癒し奇跡の御業神は希望神の勝利今この時あなたの皆栄光全地に満ち渡れ ハレルヤ あなたに向かって喜びと感謝の歌をハレルヤ生きている限り天に向かってあなたを褒めたがいます私の力では主の手によって救いと癒し奇跡の御業神は希望神は勝利この時あなたの皆栄光全地に満ち渡れハレルヤあなたに向かって喜びと感謝の歌をハレルヤ生きている限り天に向かってあなたを褒め歌いますハレルヤハレルヤあなたに向かって喜びと感謝の歌をハレルヤ生きている限り天に向かってあなたを褒め歌いますあなたを褒め歌いますハレルヤ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 ハ
人々は変わり、そして世の中もどんどん変わっていきます。しかし私と私の言葉はとこしえに変わることがない。私の愛と私の真実は決して変わることがないと主は仰せられます。私の言葉は裏切らない、そして私は決してあなたを裏切らないと主は仰せます。その私の愛の中に、その私の言葉の中に、あなた自身は歩んでいきなさい。その時あなたの道はまっすぐとなり、私はあなたを完全に癒し、守り、そして立て上げようと主は仰せられます。あなたの心の最も深いところのうめき願いを私は聞いていると主は言われます。それへ喜びなさい。この私がその問題をこの聞いており、それあなたが願う以上にこの叶えるゆえに、この喜びの声を上げていきなさいと主は言われます。なぜこんなことかと思う状況の中で、最悪と思えるその状況の中で、私を褒めたたえていきなさい。賛美はあなたの内側に失いかけていた喜びを取り戻し、賛美はあなたの内側に沈んでいた心を引き上げていくと主を抑えます。私の霊があなたに臨み、あなたは再び顔を上げ、私に喜びの声を上げる力を受けるだろう。賛美の声を上げ、私を褒めたたえなさい。その時私は私自身をあなたに表していこう。あなたの信仰が蘇ってくる。そして私はあなたに私の用意した勝利を、祝福を与えていこう。最悪と思えたその場所から祭殿のものが出るのをあなたは何度も経験した。もう一度私はそのことをなそう。あなたの賛美とともに、喜びの声とともに、その恵みを表していくと主は仰せられます。62番、感謝します。私は知っている。あなたが懸命に生きてきたことを私は知っている。あなたが人には見せないで心の中で流した涙を私は知っている。あなたが戦いの中で、孤独の中で、それでも前に向かって生きてきたことを私は知っている。愛する子よ、しかしその中であなたは心の中に多くの痛みと、また悲しみを背負ってきました。私はそれを知っている。愛する子よ、その重荷を下ろす場所がこの場所にあることをあなたは見出した。なのに再び自分で背負ってはいけません。確かに人にはそれは背負いきれません。あなたはその重荷を私のところに下ろしなさい。私はあなたのその悲しみを、孤独を、戦いを知っている。
あなたがそのすべてを私のもとに注ぎ出し、その重荷を下ろすとき、あなたは私からの力と恵みと祝福を受けるでしょう。誰かを恨むことをやめなさい。誰かを憎しむことをやめなさい。誰かに対して憤り怒ることをやめなさい。あなたが私の前に重荷を下ろすとき、そのすべてからあなたは解放されていく。そしてあなたの内側に喜びと命と愛する力を私は与えていこう。この Y の時代に世の愛はますます冷えていきます。確かだと思ったものが実は不確かだったことが明らかになっていきます。しかし私の言葉は常しえに変わることがない。その私の言葉の真実をあなたのうちに表していこう。愛する子よ、私のところに来てあなたの胸を下ろしなさい。私がそれを引き受け、あなたを祝福し、私の恵みと愛で満たそうと主は仰せられます。この私は弱さのただ中に働く、弱さのただ中に神の栄光を表すと主は言われます。それはあなたの弱さを恥じてはなりません。時として人の前にその弱さを隠さなければならない時がありますが、私の前に隠す必要はありません。私の前にそれを差し出していきなさい。私はそのあなたの弱さを通して私の強さを、私の栄光を表そうと主は言われます。騙されてはいけません。あなたの心の内側に聞こえてくる声、そのすべてが神の声ではない。その声は悪魔からの声、サタンからの声もあると主は言われます。しっかりと見分けなさい。またあなた自身の思いと願い、それが私の思いと重なることもあれば、ぶつかってしまうこともあります。しっかりと見分けていきなさい。サタンの声はあなたを破壊していきます。騙されてはいけません。私の言葉、御言葉にしっかりと触れなさい。私の言葉はあなたに見分ける力を与えていきます。その声はあなたの人生を災いへと破壊へと導いていきました。もうあなたはよく知っています。騙されてはいけません。偽りの言葉、惑わしの言葉に騙されてはいけません。私はあなたを愛している。私はあなたを立て上げる。すべてのマイナスをプラスにする。何一つマイナスにはならない。すべてのマイナスを私は益とする。十字架の恵みは計り知れず、限りなく許し、勝利と復活へと導いていく。愛する子よ、私の言葉にしっかりと立ち、偽りの言葉を知り解きなさい。私はあなたを立て上げていく。あなたが私の言葉に立つとき、あなたは自由になり、あなたが私の言葉に立つとき、あなたは生かされると主は仰せます。愛する子よ、私はあなたに言葉を与える。真理はあなた方を自由にする。私の言葉は真理です。その真理によって生きなさいと主は仰せられます。最後に喜びの声を上げたいと思います。22番、主を喜ぶことが力だから。
愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心からおめでとうございます。聖霊の豊かなご臨在を、またお働きを心からありがとうございます。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日はフィリピンの方も加わって共に日本語で一緒に賛美ができたことをありがとうございます。また天のお父様、今日集われたお一人お一人を心からありがとうございます。オンラインで共に今礼拝されているお一人お一人を心からありがとうございます。ダウンロードして後から共に礼拝されるお一人お一人を心からありがとうございます。神の主の愛妻教会で主が牧会されている40万を超える主の民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り、豊かに導き、お一人お一人に慰めと励ましと希望を与え、御言葉によって信仰を立て上げてくださって、あなたが用意されている祝福と勝利を、恵みと奇跡を共に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。聖霊が導かれる上からの知恵と知識と礼は盾を持って、聖霊ご自身がお語りください。主に期待いたします。信じてイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。